はようございます。釣り子 TV です。本日ご紹介したいルアーはこちら。ディスタイルのですね、ギルーラ 2.5 インチっていうことで、これね、出た時にね、一袋買っていたんですけども、家の中でね、買ったまんまどっかに遭難していてね、あれギルーラ俺買ったよなと思って、ついに見つけることができました。家の中のね、遭難っていう恐ろしい状態になっていたんですけども、待望のというかね、ディスタイルからね、ギル系ルアー出ないかななんて思ってたんですけども、しっかりこうやって開発が進んでいたんですね。そして、夏のこのギル食いバスがね、いっぱいいる時期にね、しっかり出してきてくれたっていうことで、早速一袋、買ってきてみました。はい、じゃあね、早速どんな感じかね、開けていきたいと思います。こういう綺麗なブリスターパッケージに入っていて、水晶のフックサイズはですね、オフセットフックの1、0番から1番、マス張りだったら4番から6番だよっていうところと、カラーがですね、これレモンサワーっていうカラーですね。こんな感じの綺麗な色ですね。でね、ちょっとね、早速1個出してみますかね。ギルーラー。うわー。はい。小型だけどこうね、中身がギュッと詰まっていて、でね、こういう目がねしっかりついていて、この丁寧な感じのね、作り込みはさすが青木大輔プロのディスタイルだなーなんていう感じで、でね、今ね、持って一番感じたのはこれですね。めちゃくちゃ釣れる、ね、ビローラのテール形状をしっかりと受け継いでいる。このテールすごいですよね。ほんとビローラってね。これがピリ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 、すごい微振動ね。すごい速いピッチで微振動、ピューで動き続けるんですよね。このテール、ビローラのね、テールね、大好きだなって思っていたら、それがちゃんとこう、ギルーラバージョンになって後ろにね、装備されている。ちょっとね、張りのある感じなので、これもねピリ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 動いてくれそうだなっていうところね。で、この小型ギルシルエットですよ、ね、ギル系ワームっていうと、まあ例えばデプスのブルフラットとかね、ああいうのをね、代表的なルアーで考えると、まあ 3.8 インチとか、そうですね、まあ 4.8 インチとか、ああいう少しね大きめのサイズにね、振りそうなところをなんかディスタイルらしいというか、サイズ展開もしかしてこの後あるのかもしれませんが、ギルーラ 2.5 インチから出てきたよっていうね、ここがね一つポイントじゃないかなってね。で、最近釣りに行ってで、一番そう、いろんなね、うまい人に聞いたりして、ポイントにして考えてみてくださいねっていうのが、ちぎる攻略。ね。この、なんだろう、ワカサギとかもちろんね、オイカーとかそういうメインベイトはいるとして、ただ、ちぎるもめっちゃ食われているよ。ね。カバーとかにすごいこれぐらいのサイズの、ちょうどいいサイズのね、食べやすそうなギルっていっぱいいるじゃないですか。ね、バスはそれが大好き、ね、それをトップレンジで騙すか、はたまた下のレンジで騙すか、はたまたねこういう、中層ワームとかでしっかり攻めるかっていうね、そのちぎる大好きバスをどう攻略していくかっていうのは、まあ、例えば、まあ、自分のよく行く関東の房総の、ね、リザーバーなんかでね、ほんとね、大きなバスを狙う時の大きなテーマなんですよね。でそこにドンピシャなサイズ感と、多分ドンピシャな動きしてくれそうだなっていうところとね、こういう感じでね出てきたんですね。なんでこれはね、出たらね、是が非でもね一袋はね手に入れておきたいなと思って、無事にね買うことができました。 1,2,3,4,5,6,6匹いるんでね、もうこれでもう6匹ぐらい40アッパー釣れるんじゃないかなって、ね、それぐらいね大船に乗ったような今気持ちになっております。何言ってる。まあまあまあ、そんな感じでね、こういうパッケージに入って
ね、ギルーラ、登場していたんで、実際にねちょっともう早くね釣り場に持って行ってみて、期待したいのはそのフックのかけ方によってこうスパイラルフォールとかね、どんな感じかなっていうところですね。このテール形状なんでスパイラルしながらお尻ピリピリ動き続けてなんていう動きがセッティングで出せればねちょっとやってみたい釣りにねドンピシャにはまるので、あとはまあジグヘッドのトレーラーとか、まあもちろんノーシンカーで使ったりとかスモラバのトレーラーなんかにもね良さそうですね。リーダーレスダウンショット、まあまあまあ何でもねぴったりドンピシャでこのサイズ感なんで合ってきて、あと口の中にもスポッとね収まってくれるんじゃないかななんていう風に、期待しております。ちょっとね SNS とかでね、ギルーラ間もなく登場みたいな、そんなルアー作ってたんだ、なんだこれは使ってみたいなということで一袋、買ってみましたよ。はい、というわけで、本日の釣り子 TV はこちら、青木大輔プロ率いるですねディスタイルのニュールアー、ギルーラの 2.5 インチ、これをね一袋買ってきてみたよって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。